皆さんこんにちは。レック東京リーガルマインド専任講師の竹山です。入門講座受講生の方に、お詫びとお伝えしたいことがございまして、この動画を撮っております。でまずですね、緊急事態宣言を受けて生講義が受講できなくなりました。申し訳ございません。で、今後ですね、しばらくはウェブもしくは DVT 講義が中心になってしまいます。もちろん可能な限り入門講座の収録は私していきますけど、皆様にご提供できる形が、ウェブか DVD になってしまいます。ただ勉強を止めるわけにはいかないと思います。でそこで、まず講義の受講の仕方をお伝えしたいと思っております。で講義は、皆さんテレビ画面をね見て、あるいはパソコンかもスマートフォンかもしれないですけど受けていただくわけですけど、必ず6本を手元に用意してください。学習用のものでいいです。これ買ってください。で講師が条文を引くときは自分も一緒に引いてください。でどうしても講義っていうのはねかなりスピーディーに進むんです。でこれ録画のメリットとしては一時停止ボタン使いますよね。なのでちょっと早いなって思う時は一回停止して条文ゆっくり引いてください。条文を引くことで力がついてきます。まずは初学者のうちはね、もうこれでもかってぐらい条文を引いてください。で講義では理解に努めてください。でまた、メモも取りながら、聞いてください。眠くならないですし、大事なことはね口で言うこともあります。で法律初学者の方はまずは法律の概要を理解する。その上で細かいところを理解するように努めてください。よろしいでしょうか。じゃあ次ですね、講義の復習の仕方です。で講義終了後レジュメをもう一度読みます。でこれは条文を引きながら読んでください。で理解が不十分なところは考えてください。で覚えるべきところは覚える。でその後論証を書けるようにする。このようにあっさりパワーポイントには書いてますけど、結構復習がハードです。ただ何回も復習しないとわからないものでもありますので、ちょっと復習はね頑張ってください。で講義の復習の仕方にです。でこれは余裕があればなんですけど、担当式試験の問題を眺めてみてください。解けとは言いません。眺めてみる。眺めるってのは問題と回答を読んで理解してください。この段階で担当式試験の問題は解けないと思います。でも問題を読んで解説読んで理解できることはものすごい重要です。だってそれでこんな感じで予備試験の問題って出るんだなって分かるし、実際自分で身につけたね知識をアウトプットしていることにもなります。でこれ本当に余裕があればですけど、論文の問題を眺めてみてください。で質問があったらどうするか、これレックのシステムでウェブ上からできます。でどうしてもわからなければレックに電話して相談してみてください。でこれで質問はすぐ解決してしまうのが一番いいんですけど、もうちょっと突っ込んで聞きたいなって場合は申し訳ないんですが、生講義が開始された時に直接聞いてください。で最後になりましたが、体調管理に気をつけてください。用事がないのに外出はしない方がいいと思います。私も不要不急の外出とか言われてますけどね。で事態はねそのうち収束すると思いますので、事態が収束したら生講義でお会いしましょう。でもともとですね生講義でない方もいらっしゃると思います。その方もですね、いろんなガイダンスとありますので、どこかでお会いできたらとは思っております。なので今後ともですね、よろしくお願いいたします。で私の入門講義を聞いていただいてですね、予備試験、司法試験、あるいは総合職の合格をぜひ勝ち取ってください。それでは今日のガイダンスはこれにて終了いたします。お疲れ様でした。